ズナメンスクは、ロシアのアストラハン州のカプースチンヤールにある都市。ロケットやミサイル、核兵器などの試験場であるカプースチンヤールの研究の中心地であり、ソ連時代以来閉鎖都市となっている。1946年5月13日に、ソビエト中央委員会の決定により設立された。1992年までは、町の名前がなく、 カプースチン R1 というコードネームで呼ばれた。1949年には、アバラ屋だったが、1951年以降は、家屋や事務所などが建設され、徐々に整備された。1951年に、最初の学校が開校した。例人通りに位置しており、現在ではロシア連邦保安庁の建物になっている。 最初の幼稚園は1953年に開園した。1962年1月11日にソビエト最高評議会によりカプースチンヤール1は都市の地位を与えられた。この時から発展して病院や図書館や子供の音楽学校等が設立された。1966年にはすでに参考と映画館があった。1992年に ロシア連邦最高評議会により、アストラカン地域を含む独立した自治体として閉鎖都市に指定された。1993年1月27日にカプースチンヤール1はズナメンスクに名前を変更した。ありがとうございます。